ジェッタは、ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンが北米を中心に、欧州、中南米、アジアオセアニアなどで販売する、主に4ドアセダンを中心としたモデル。C セグメントにカテゴライズされ、ベース車両はゴルフである。パサート、シロッコなどと同様、車名は、風の呼び名に由来しており、ジェッタの名称は、ジェット気流に由来する。3代目以降は無ケ地によって、 ベントやボーラなどの社名も使用されている。なお、北米と欧州、日本の各国では、ジェットの名を持つセダンの世代数に違いがあるが、ここでの記述はゴルフをベースとした一連のセダンとしての、世代数と一致する、北米での世代数を用いている。ゴルフアイをベースにノッチバックをつけて、セダンタイプとされた。北米市場や保守破損を対象としたモデルであり、ヘッドライトは、 ゴルフの丸型に対しカッテとされた。ゴルフとパサートの中間モデルとも言える。ボディ形状は2ドアセダンと4ドアセダンがあった。特筆すべきはそのトランク容量で630リットルとクラス最大だった。日本へは柳瀬により1981年に初めて導入され、上級グレードの GLE4 ドアのモノグレードで、トランスミッションも3速 AT のみだった。 ゴルフ同様1982年にリーと名称が変更され、1983年には廉価版の地を追加した。なおリーが左ハンドル、地が右ハンドルのみの設定。またゴルフに採用されていた開閉式三角窓はなぜかジェッタでははめ殺しとなっていた。ゴルフ2をベースとしたモデル。角形二等式ヘッドライトをはじめとしたデザインは初代。 ジェッタのイメージを継承している。ボディ形状は2度アセダンと4度アセダンがラインアップされた。またトランクはハイデッキ化され、空力特性の改善とトライク容量の拡大に貢献した。トランク容量はベーダ方式測定で575リットルと当時の3ボックス車の中で世界最大容量となり、カタログでもそのことを大々的に歌っていた。 日本には1985年より1992年まで、柳瀬により正規輸入されている。1.8リットルのガソリン仕様と1.6リットルのディーゼルターボ仕様の2つのバリエーションが展開された。導入者年度は廉価版のち、豪華版の GLX、ディーゼルの GLD ターボ3グレードのラインナップだったが、1986年から主力グレードのくらいと、 ゴルフ GT と同様のエンジンや装備を持たせた GT がラインナップされる。1987年にはゴルフ同様にフルタイム 4WD の CL シンクロが導入されるが左ハンドル MT のみという仕様がネックとなり、正規輸入はこれまたゴルフ同様モデルライフ途中で打ち切られている。1988年にはゴルフ同様マイナーチェンジを行い、その内容は 通常グレードのエンジン乾燥、フロントグリル変更、三角窓廃止に伴うドアミラー取り付け位置の変更、右ハンドル車のワイパー視点変更などだった。また、同年には2ドアモデルが限定販売された。1989年にはやや複雑になっていた。グレードが整理され、D、GLD ターボ、GT16V の3グレードに絞られた。また外観にも変化が見られ、 バンパーをボディ下まで覆うビッグバンパーに変更した。同年にはリーオーベースに本川スポーツシートやサハラメタリックの外装色を採用した限定車も発売。中国ではサンタナとともに細部に変更を受けながらも2代目のジェッタが一気大衆にて現地生産され主にタクシー用途に用いられていたが2012年いっぱいにて 生産を終え新型サンタナとの同型車種へ、モデルチェンジされた。ゴルフ3をベースとしたモデル。ゴルフ3が、異形丸型4等式ヘッドライトを採用したのに、対し、このモデルでは引き続き角形2等式ヘッドライトを採用し、従来のイメージを継承している。ボディ形状は4ドアセダンのみとなった。またジェッタでは、初めて強角、V 型の VR6 型エンジンが採用された。 なお、日本を含む、世界各国では、ベントの愛称で発売されたが、北米では、ジェッタの愛称が継承された。詳細は、フォルクスワーゲンベント参照ゴルフ4をベースとした、モデル。ボディ形状は4ドアセダンが最初に発売され、あと25ドアのステーションワゴンが追加された。従来からのイメージを継承する、角形に等式ヘッドライトを採用するも、プロジェクター式になり、さらに、 フォグランプやウィンカーが内蔵されている。また4度セガンの C ピラーは深く寝せられ、ベース車であるゴルフの面影が強かった3代目までのジェッタと比べるとエレガントなイメージが与えられているが、一方で、後部座席。日本仕様のエンジンは、ゴルフと同じ2.0リットル直列4気筒に加え、上級仕様として2.3リットル V 型5気筒、2.8リットル V 型、 六気筒四モーションがあった。世界各国では、ボーラの名称で発売されたが、北米では、ジェッタの名称が継承されている。日本には4ドアセダンのみが導入された。詳細は、フォルクスワーゲンボーラを3章5代目ジェッタゴルフ V をベースとしたモデル。2005年のロサンゼルス賞でデビュー。日本では、東京モーターショ2005に市販予定車として出展された。 五代目ジェッタは口述する地域を除く全世界でジェッタの社名に統一され、欧州や日本ではかつての社名が復活する形となった。メキシコとコロンビアではボーラ、アルゼンチンとチリではベント、中国ではサギターの社名が使用されている。ボディ形状は4ドアセダンと5ドアのステーションワゴンがある。全長はセダンステーションワゴンともに 4565mm。 ホイールベースは 2570mm。フロントデザインはゴルフ VGT とほぼ共通のものとなり、ジェットのトレードマークだった、角形ライトの歴史には終止符が打たれた。一方のリアデザインは、同時期に登場したパサートと共通のイメージを持つもので、LED が採用されている。2006年に日本、欧州などで販売。日本での展開は、 ゴルフリーに相当する2.0リットル NA エンジンに6足 A、T の2.0ゴルフ VGT と同じ2.0リットルターボエンジンと6足 DSG を搭載する 2.0T の2グレード2007年10月に2.0が廃止され1.4リットルターボスーパーチャージャーに6足 DSG を搭載した TSI コンフォートラインと 2.0t を解消した 2.0tsi スポーツラインとなった。さらに同年ステーションワゴンでは、ゼッタスポーツワーゲンが発表されたが、このモデルは、ブランド戦略上、欧州や日本では、ゴルフバリアントの名称で、ゴルフシリーズの一員として導入されている。2008年5月、限定車として 2.0tsi スポーツラインを、ベースに、ゴルフ VGT と同系のホイールや、 ハニカムグリル、丸型シフトノブ等を装備した GT スポーツが追加。また、同年9月には TSI コンフォートラインのトランスミッションが、四式六足、DSG から鑑式七足、DSG に変更された。また、コメディ映画、テッドでは、テッドを誘拐した、テッドのファンのドニーが運転するボルボ240と、主人公、ジョンの彼女のローリーが運転する赤いジェットによる激しい、 カーチェイスのシーンがある。ジェッタ MKB2010 年6月にアメリカのニューヨークで発表された。基本コンポーネントは従来通りゴルフ6のそれを流用しているが、一方で主要市場である北米のニーズに合わせて、全長が 90mm、ホイールベースが 60mm 現行よりも大型化、後部座席の居住性を改善した。また、これにより、ジェッタとしては、 初めて同一世代のゴルフとのホイールベースが一致しなくなり、ゴルフとのボディパネル共用もなくなった。一方でコストダウンも進め、新車価格を大幅に引き下げて、北米市場でのさらなる販売台数拡大を睨んでいる。パワートレインの展開は、北米市場に3種類のガソリンエンジンと1種類のディーゼルエンジン、ヨーロッパでは4種類のガソリンエンジンと2種類の ディーゼルエンジンとなっている。なお、ザビートルは、東大のプラットフォームをベースに開発されている。先代と異なり、セダン市場の冷え込みが激しい日本市場へは、投入されない。ジェットマクバイ2018年1月の北米国際自動車賞で発表され、2018年半ばから北米で販売。日本、ヨーロッパ市場では展開されていない。 全長が 4700mm を超えており、第4世代パサートを上回るもしくはほぼ同等のサイズとなり、現行第6世代パサートとも 70mm の差しかなく北米専用とされている。ありがとうございます。